はい、皆さんこんにちは。アメリカ心臓外科医の北原です。毎日あらゆる質問に答えています。本日の質問です。お疲れ様です。ご活躍拝見しています。人工心肺と体外循環って同じ意味ですか？これはですね、僕の大学の実は同級生、今整形外科医をやってる人からもらった質問ですね。まあ科が違えば、まあその専門のことってのはよくわからないんですよね、医者といっても。まあ心臓外科は基本的に体外循環とか人工心肺とか専門なので、この整形の先生はまあその違いがあるのかっていうことを聞いてるんですけれども、違います。まあ違うというか、体外循環の中に人工心肺っていうのが含まれるのかなと思いますね。人工心肺っていうのは、まあ、心臓の手術をするときに、まあ、心臓をまあ当然止めるわけですよね。で、心臓を止めると、血液を体中にまあ送り込むものがなくなっちゃうんで、その代わりに血液を体中に送り込む、まあ、人工の心臓で、かつ肺もそうですね。肺で酸素化しないといけないんですけど、心臓から肺に行って、肺から心臓に血液が戻ってきて体中に行くっていうシステムなんで、その部分を人工心肺っていうものが代わりに酸素化し、血液を酸素化して体中に送り込むっていうことをしてるんですね。で、一方、体外循環っていうのは、名の通りですね、体の外に血液が一回外出て、チューブ。で、また体の中に戻ってくるっていうことが体外循環だと思うんですよね。だから、広く、講義で言ったらです、例えば、透析の機械。あれも体外循環に入ると思うんですね。要は一回血液が体の外に出て回って戻ってくるっていうことをしてるのは体外循環っていう意味で捉えるとそうなるかな。ただもう少し狭めるとですね、体外循環はすなわちサポート、いわゆる人間の体の血液をうまく流れるようにサポートしてあげるっていう意味で考えると、例えばエクモって言われるものだったりとか、まあ日本で言うと PCPS っていうことが多いんですけど、 PCPS っていうもの、いわゆる足、鼠径とかのとこにですね、太い管を2本刺して、1本は血液を全部抜いて、1本は血液を返すみたいな、そういうのを、まあ、体外循環っていうふうに言うことが、まあ、多いかなっていうふうに思いますね。じゃあ、一体何が違うのかって、さっき言った今のエクモ、まあ、PCPS って言われるものと、人工心肺っていうのは何が違うのかっていうことなんですけど、まずですね、エクモと PCPS も微妙にちょっと違うんですよ。エクモっていうのは、エクストラコーポリアルメンブレインオキシネーションだから、体の外に血液を出して酸素化して戻すものの総称をエクモっていうんですよね。で、一方 PCPS っていうのは何かっていうと、パークテネアス、カルディオパーマナリーサポートかな、多分 PCPS だから経費的っていうのが入ってるんです。パークテネアスっていう、いわゆる足とか、あるいはまあ首とかでもいいですけども、そこに針をとワイヤーとかカテーテルを通じて経費的に管を使ってエクモを回すことっていうのを PCPS って言うんですよ。だから例えば胸をポンと開けて大動脈に管を刺して、その大静脈っていうか羽毛に管を刺して、そこから血液を回すみたいなことをするエクモももちろんあるんですけども、そういう場合は PCPS じゃなくてエクモっていうんで、まあ、エクモの方が広い領域で、エクモの中に PCPS ってものが一つの枠として入ってくるっていう感じかなとか、ちょっとややこしいですけれども。で、じゃあ、胸をボンと開けて、実際にその大動脈にブスッと管を刺して血液を送って、羽毛に管をブスッと刺して血液を抜いてっていうもののエクモと人工心肺っていうのは何が違うかっていうと、これはね、大きな違いがあるんです、実は。で、エクモってのは閉鎖回路なんですよね。管が一本こうブワーッと繋がってて、ポンプがあって、管が回って、体に戻ってくるって、もう完全に閉鎖。閉鎖ってのはすなわち血液で全部満たされてて、空気とか何も入る、余計なものが入る隙間がない状態なんですね。だから逆に言うと、エクモとかの中に空気が入っちゃったりすると、それがそのまんまですね、頭にとか、動脈の方に流れていっちゃったりするんで、危なかったりするんですけれども、一方で、人工心肺っていうのはどんなものかっていうとですね、同じように大動脈に管をブスッと刺して血液を送って、羽毛にブスッと管を刺して血液を抜くんですけれども、この羽毛に刺した管と、大動脈に刺した管の間にもちろんポンプがあるんですけど、それ以外にですね、リザーバーっていうものが存在するんです。これがね、大きな人工心肺とエクモの違いなんですけど、リザーバーっていうのは、すなわち、血液を溜めておく場所。で、そこにはですね、空気の層と血液の層っていうのが分かれてて存在してて、まあ、簡単に言うと、まあ、難しいんですけど、エクモは一つの、いわゆるその血液をどれぐらいのスピードで送るか、ポンプのスピードをどれぐらいにするかっていう一つのポンプでできてるんですけれども、人工心肺は実はですね、血液を
脱血、血液を抜く、いわゆる羽毛から血液を抜くスピードと血液を送るスピード、実際にポンプのスピードで血液をどれぐらいのスピードで大動脈に送るかっていうのの2つがですね、セパレートして存在してるんです。だから例えばエクモで3リットル血液を流すってなったら、血液を送るのも3リットルだし、抜くのも3リットルなんですよ。でも人工心肺で言うと、例えば血液を5リットルボンと送ろうって言っても、血液を抜かなければ一向に抜かれない、血液を送るだけで。そうすると何が起こるかって、そのさっき言ったリザーバー、その貯血槽のところの血液がどんどん減ってくるんです。当然5リットルバーって送ってるんで、どん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 減ってくるんですよ。で、ああどんどん減っちゃうとまずいからって言って、今度はその脱血、羽毛から血液を引く方を強めると、その貯血槽がこう溜まってくるんですよ、どんどん。こういうそのバランスを取りながら、ちょうどそこが例えば平行になれば、血液が行ってる部分と血液が帰る部分が同じなんで、で、あるいはもう少し血液を体中に送ってあげよう、あるいは心臓に戻そうと思えば、そのこの貯血槽っていうのを変、こう変えてですね、マネージメントすることが、まあ、できると。ちょっとね、この説明すごく分かりづらいし、僕も言っててよく分かんなくなっちゃってるんですけど、要は、まあ心臓手術をする上で、どうしても血液を体、心臓の中から血液を全部取り出さなくちゃいけないとかっていうことがあるんですね。その時に思いっきし、例えば血液脱血、血を抜く量をたくさん増やして、送る量を少なくすれば、心臓からどん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 血液を取って、貯血槽にどんどん血が溜まっていくんですよね。で、貯血槽の血ってのはすなわち心臓の中にあったはずの血がそっちに流れていくような形です。で、全部心臓から血を抜いた状況で、またイーブンで送る量と抜く量っていうのをイーブンにすると、貯血槽がこう止まって、で、そこで、まあ、十分な血液量を送るって。で、心臓手術が終わったら、例えば送血、送る血液の量を増やして、で、抜く血液の量を減らせば、血がまた体の中に戻っていく、体というか心臓の中に戻っていくみたいな、そういう、まあ、ことができると。あとは閉鎖回路にしないとですね、例えば心臓手術、当然心臓を開けるんで、血はどうしてもね、その脱血するって言ってもゼロにはならないんで、ある程度の血っていうのはですね、心臓に戻ってくるし、術野がですね、血でこうバーって血まみれになるんですよ。で、それをまあ全部ですね、捨てちゃったら、もう出血、輸血が必要すぎてしょうがないんで、その出た血もですね、そのサクション、いわゆる吸引管みたいな特殊な吸引管があって、その吸引管がさっき言ったリザーバーに直接繋がってるんですよね。で、エクモだったら空気が入っちゃったらまずいんですけど、このリザーバーがあるおかげで人工心肺が空気が入っても、空気の層と血液の層が分かれてて、その空気が体中に送り込まれるってことが起こんないので、そのサクションした血液をそのまままた自分の体に戻すことが可能なんですよ。これはエクモではできないことなんですね。エクモでは絶対できないこと。だから、人工心肺とエクモっていうものはこれだけやっぱ違うんですよね。だから心臓手術をエクモでやるってことももちろんできるんですよ。できるときはできるんだけども、通常のみんなが一般的に言う心臓手術、大動脈面手術とか冠動脈バイパス手術とかの時に心臓を止めるってなったら、人工心肺が必ず必要になるっていうことですね。これはね、心臓外科医じゃないとなかなか理解するのが難しいんですけど、もしもっと知りたいっていう意見があれば、もうちょっとね、僕今の説明すごく分かりづらかったと思うんで、エクモとか人工心肺とかそこら辺の説明を詳しくするような動画を作ろうかなと思うので、まあコメントになんかもらえればいいかなというふうに思います。はい。ちょっと説明がね、ややこしくて申し訳なかったです。整形の先生も分かったかな？まあ分かんなかったらまたちょっとコメントください。はい。それでは、さようなら。